かみさん。はい。おもんない。本当にごめんなさい。インポスターがいる。あ、すげえ。宿舎脇で浮きすぎです。ねぼー。はい。行きます。おお。ネロマオか。合ってるな。合ってんだよな。あらあらあら。どうしよう。ごめん。え、何思ったらシャワーとかじゃない？シェリフです。おい。ネロちゃんが死んでます、これは。ネロマを合ってるかって言ってたから、じゃあ見つけたら切ろうと思ってネロちゃん切ったら切れちゃいました。ああと一郎俺だ。いや今ネロ神が倒れタスクの前に行ってこれが起きたんで。いつなんだろう。古子さんボタンですかこれ？ボタンでしょ？セリフはガチでガミだけ。ガミさんが切ったんだよなこれ。まあ僕釣って一陣街は絶対落ちますよ。いや攻めの間を投票しました。なんか気まずいな。今投票が終わるテンションで騒いでしまったから。怪しいな。私も点結、気象点結は結の空気だったもんね。早めに終わらせなきゃと思って投票したのに。さあ、わめいてるから、これ終わらないとダメなんだってなったやつ。ガミさん人外だった場合、また。あら。ありがとう。え、ってことは終わるってこと？ない落ち。ない落ち。議論省略のためと思うんですけど。最初に俺とネロちゃんに入れたやつ、誰だ？出てこい。出てこい。マジか。終わるんだ。おい、マジか、この回。なんで？おい、俺にネロちゃんに入れてごめんなさい。出てこい。正解とか言うから。なんで正解なんだ。びっくりしたもん。なんかすごい、なんでわかるんだろうって。ガミさん。はい。おもんない。せっかくインポスター引いたのにね。おい、いつもああいう最初でジョーク言うじゃん、みんな。あっては母みたいな。アーカイブいっぱいいたから。ね。真央さんに入れたの俺なんだよね。じゃあ、ネロちゃんに入れたの誰だよ。あ、ネロちゃん僕です。お前なんだ。結局そこで完結してるやん。大暴れ。やばすぎるわ。すごい。なんで俺投票した？びっくりしちゃった。ラバーズかと思っちゃった一瞬。意味わかんなくて。勘だけです。ラバーズ。俺も最初ネロちゃん死んでる時気絶しそうになったわ。俺だけ真実にたどり着いてるから。あれ？試合だ。いいで試合やりやがって。じゃあ次行きまーす。はい。まで秒殺も珍しいな。